9レース1予選1弱になりました神奈川の渡辺選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。暑いですか、やっぱり。いや、レースも、ね、外気温も暑いです。地元での G1 ですけども、ここ迎えるにあたって心境はどうだったでしょうか。まあね、前回ダービーが G1 であったんですけど、それはちょっと不本意な結果に終わったので、まあ、しっかり地元勢も多いし、みんなで頑張りたいと思いました。お客様の熱気はどうですか。やっぱりすごい、ね、あの多かったです、想像以上に、はい、今回神奈川3社でのレースになりましたけども、初手が5番手になりましたけど、作戦の中ではどういったことがありますでしょうか。まあ、前以外かなっていうところで、まあ、それ以外はまあ追加にお任せで、はい。島川選手に飛びつかれる形になりましたけども、あそこはどうでしょうか。まあ、あれはもう意地でしのぎきるしかないと思って、まあ、何が何でもという思いでした。島川選手も足がある分ちょっときつかったなっていう感じはありますか。ですね、足もあるからやっぱり内に逃げながら粘れますし、うん、もう足がないとあれは勝てないです。最後は早め抜きに行くのか内に締めるのかちょっと難しいところかなと思ったんですけども、ちょっとね、あの橋も染めましたし、佐々木くんのコースもあるしちょっと難しかったです。早めに行っちゃうとちょっと割られそうでしたし、でも早めに行かないと多分抜けなかったんで、なんとも、はい、結果でも3人で決まったっていうのはとても大きなことかなと思うんですけど、はい、あのラインがね、なんとか崩壊しないで確定版3人で乗れたのはなんとか良かったです。分かりました。ご自身は状態的にはどうでしょうか。ちょっとレースがきつすぎてよく分からないんですけど、まあ、あの仕上げ切ったらいいかと思います。この後はケア中心にっていう感じになりますか。はい、よく食べてよく寝ます。わかりました。ではこの後に向けての意気込みをお願いします。応援ありがとうございます。2日目以降も精一杯頑張ります。お願いします。